それでは早く走らせたいんですけど、その前に Z ゲージのキハ52に付属のパーツをつけていきたいと思います。もう見てわかる通りすごいちっちゃい車両なんですけど、もちろん取り付けるパーツはさらにちっちゃいものとなっています。でスターターセットに付属の説明書なんですがここにありますので、これを見ながらつけていきます。で本当に Z ゲージちっちゃいので、もちろんパーツもちっちゃくなります。パーツ飛ばしてなくしたりとか、あとちっちゃいお子さんが口に入れたりしないようには十分注意するべきだとは思いますね。よいしょ。キハ52に付属しているのは車両と、あとランナーパーツ台、これはタイフォン信号円管列車無線アンテナが付属しています。そしてアーノルドカプラーが2箇所付いています。これに交換する前はダミーカプラーが車両には付属しています。そしてホロが2つ、そして伏線用スノープロが2つ付いています。はい、それではパーツ付けていきましょう。タイフォンと信号円管をまず付けていきます。タイフォンは A と B2 種類が付いています。細かいので見えるかわからないですけど、よっ、はい、ランナーから切り出したパーツをここに差し込みますね。よっ、はい、いったかな、こうか。そしてカプラーを交換したい場合はこのダミーカプラーを引き抜いて、そしてアーノルドカプラーのパーツをここに差し込みます。ギュッ、はい、これでアーノルドカプラーになりましたね。ちゃんと連結することができます。で戻したいときはまたアーノルドカプラーを引き抜いて、はい、付属のパーツをこのように差し込むと。はい、同様に信号円管のパーツもここに取り付けます。はい、こうですね。はい、すごい細かいんで飛ばさないように注意は必要ですね。はい、そしてボディと台車部分はこのように簡単に外すことができます。でこの状態で、スノープローのパーツを変えたりすることができます。あと前後同じなんですけど、ヘッドライト、テールランプのスイッチここにありますので、この付属のパーツを使ってギュッと、これでスイッチを変えることで点灯、非点灯を変えることができます。はい、そしてホロのパーツは下からこのようにスライドして差し込みます。この状態で台車を戻してこうですね。はい、かっこよくなりましたね。はい、パーツ取り付けました。なかなかかっこいいですね。しかもこれ室内灯も取り付けれるんですから、すごいですよね。ここまで来たらもうあとは走らせて遊ぶだけですね。はい、それでは六半さんの Z ゲージを走らせていきたいと思います。セットにはこのような付属の透明のリレーラーが付いていますね。これを使って車両を乗せます。それではパワーパックの電源を入れて走らせたいと思います。いきます。 5! お、うお、速っ、すげえスムーズに走る。低速も効くんじゃないこれ。え、すごい低速も効く。いいねこれ。スピード上げると、はい、こうですよ。はい、というわけで初めての Z ゲージを走らせてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。個人的な感想はすげえ楽しかったです。新鮮というか、本当 N ゲージをギュッてちっちゃくしたような感じなんで、すごい精密感ありますし、ミニチュアって感じが伝わってきます。でこのパワーパックもすごくて、上点灯もしますし、室内灯も組み込めるんですよね。で六半さんのラインナップは DD51 の北斗星とか、あと SL とかターンテーブルとかもあるんで、これはね、すげえワクワクする商品がいっぱいあります。こちらの商品と六半さんの製品のページは下にリンク貼っておきますので、ぜひチェックをしてみてください。
それでは次回はこちら、500系新幹線、これを走らせてみたいと思います。これもすごい楽しみなんですよ。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。